の昆虫くじで当たった子たちを入れてくよ。じゃあ今日は3つ目2種類入れてくよ。虹色スクリーンヤンと3頭のダイオウヒラタのペアと虹色スクイーン虹色クイーンズランド虹色クワガタ入れてくよ、2頭のね。これね、ペアでね、入れられるんだよ。そうそうそう。3、2、いいよ、開けて。だから、この子はいるね。10個でね、10個で3000円ぐらいだったかな。ママ開いたよ、ママ。ママ開いたよ。開いた、ありがとう。2個開いたよ、ママ。これでいいの？これなんか浮いてる？はい、どうぞ。ギュッとはめるのかな？ちょっと片手。水入れました。はい、昆虫お布団に水を含ませてきたよ。ね、使ったお布団はこれです。クワカブプラネットさんで買った、ね、なんだろう、うちうちうちヒノキ、ヒノキ、スギなどの針葉樹ですと書いてある。うち、入れてこっか。どれぐらいだろう、どれぐらいかな。どれぐらいでやるサクレがやる。あじゃあ1個目このくらい入れたよ。じゃあ2個目のやつも同じぐらい入れてくれる？軽く袖まくった方がいいよ。あーもういいよ。同じぐらいになった？うん、同じぐらいかな、確認して。何くらいだね。ほんと？だって、角度が入れすぎなんだよ。この子やばいんじゃない？死にそう？死にそうだね。大丈夫かな。うん、そうだね。結果変わってたね、うん、あ、これがメスだよね。うん、メスだからこっちか。うん、六角ない？メスだよ。そうなんだって、メス通すのさ、こっちか。うん、こっちかでメスだよ、こっちかも。メス入れたよ。餌食べてるかな。あ、食べた。食べてる。あ、すごい動いてる動いてる。よしよし。じゃあオスの方も入れてくよ。ここで。あ、いいよ。入れていいよ。くん、かまれない？大丈夫だよ。ねえ、角がさ、こっちの方がちっちゃくない？オスだよ、こっち。え、じゃあ反対か。反対だよ。反対だ。うん、次か。なんか交代して。こうでな。こっちのね、こういうのがある方がメス。ありましたー。うん、いい感じかな。うん、うん、オッケー。だけどこっちの方が大きいね。そう、オスの部屋のが大きいんだよね。顔全然わからない。見えてたよ、上から。ん？上から見えてたよ。ほら、本当だ、ここにいる。結構かっこいい。これ結構かっこいいよ。うん、見た感じ。何かあったかな。見た感じすごいかっこいい。つるっつるだ。できる？逃げない、逃げないで。ちょっと逃げちゃダメだよ、あなた。あなたちょっと逃げないでくださいね。ちょっとママがその間にお酢やるね、うん、よいしょ。あ、待って待って早く早く、もうまあかわいそう、もう優しくやる。何からもやる、ちょっと石入ってなかったっけ。だからがやる、戻してあげて、ゆっくり返ってるの。はい、じゃあ、オスいくよ。これはね、牛の顎のように強いんだって。あ、そうなの。うん、よいしょ。さっき持ってたよね、牛のね、強いの、うん、いや、でもね、確かにね、力強さを感じる。夕食ご飯食べたから YouTube 見てみる、うん、いいけどね、今これやってるからね。これでも、カエルたちが入れます。これ、きついないかな。きついね、怖いかな。
大丈夫。お尻の方に入れてあげる。うん、そうそう、そっちなら挟まれないでしょ。はーい。起き上がり。あ、メスは潜ってたね。うん。うん。オッケー。あれ？はい。じゃあ、二つ出来上がりました。僕はここまで。チャンネル登録よろしくね。高評価もしてね。チャンネル登録もしてね。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。おじいちゃんタイム。おじいちゃん見えてません。Thank you.